皆さんこんにちは、道楽です。前回に続いてですね、寒い冬を乗り切るためのあったかインナーということで第2弾が先ほど届きました。このパッケージを見たらもう知ってる人はいると思うんですけれども、はい、インデラミルズの30になりますね。こちらは、確か型番が810っていう型番だったと思います。サイズはXL と L。 実はインデラのですね30買うのは僕初めてで、で30って体にピタッとフィットしていないとあったかくないので、まあどっちがいいのかなということで両方ちょっと買ってみました。インデラミルズなんですけども、1914年ですかね、ノースカロライナ州の方で創業した下着メーカーさんからスタートしていて、今はこういったサーマルウェアですね、冬場のサーマルウェアでアメリカでもナンバーワンの供給量を誇っているっていうふうに言われています。サーマルっていえばね、僕が印象あるのはダイハードでね、ブルース・ウィルスがこのサーマルウェア1枚で冬の寒い中ね、中富プラザビルをこう上行ったり下行ったりねやってたりとか、空港をね走り回ってテロリストとか悪党をやっつけるっていう、あの映画を見てやっぱりこうアメリカのヒーローが冬場着ているっていう印象であったり、アメカジ寝るシャツに合わせるんだったらやっぱサーマルだろうっていうのもあって、ちょっと今回買ってみました。どうしようかな、とりあえずラジオの方から開けてみましょうかね。よいしょ、サーマルウェアは、まあ、日本でいうとワッフルなんていうふうに言われてるかもしれないんですけど、こういうこう縦縦横横の島といいますかブロック状になっていて、こうデコボコがあって、でこの出っ張ってる部分が肌で触れて、でへっこんでる部分がに空間ができて空気を溜め込んで、こう肌と、衣服の間に空気を溜め込んで、それで保温するっていう仕組みなんですね。ヒートテックのように汗を、吸って発熱するとかっていうのではなくて、基本その断熱効果、空気の断熱効果を使って保温するっていうタイプのあったかインナーになりますね。ここいきなりなんかテープが貼ってたりするところが、まあ何でもかんでもこうね合理的なアメリカ人らしいですよね。こうテープでなんか固定してるの。よ、あれちょっと取れない。まあいいや、あここか、ここ日本だったらなんかクリップとかね、なんか金具みたいなもので止めてたりしますけど、セロテープでビーッと止めてるだけっていうね、このアメリカらしい超合理主義。では外してやっていきましょうね。これは確かポリエステルと、810は確かポリエステルと綿のコンボになってたと思いますね。そうですね、65%書いてます。65% がコットンで 35% がポリエステル。インデラミルズの中では一番こう入門編といいますかベーシックなものになります。インデラミルズの特徴としては、とにかくね肌触りがいいんですよ。特にコットン 100% のものはものすごく肌触りがいいというふうに言われてますが、今回、今入ってる、35% ポリエステル35% ポリエステルが入ってるコンボのやつでも本当に箱というか、まあ、袋から出したてですけどいい感じの状況ですね、肌触り本当いいです。あと、タグレスでプリントされているので、この、背中というか首筋のところがゴリゴリしてありしませんし、あとなんといってもこれ胴編みっていうんですかね、筒状になってるんですよね。要は横に縫い目がない、 T シャツなんかと同じでここのサイドに縫い目がないので、この辺がごわつかない。特に、30はこう体にピタッとフィットさせますので、そういった点がいいですよね。でここ、袖の縫い目の部分もちゃんとフラットシーム加工というんですかね、こう縫い目が飛び出ない、段差のない縫い目になっています。でこれ L サイズ、一応確かチェストサイズが、よいしょ、推奨といいますか L サイズのチェストサイズは42から44ということは、まあ、40だいたい100センチぐらいの胸囲
の人なんですけれども、どう見てもこれないですよね、100センチ。ちょっとメジャー持ってきますね。パッケージに書かれているサイズ表を見ると、 L サイズの場合は42から44インチのチェスト胸囲の方向けっていう風にできてるんですが、44インチで 111.いくつ、まあ112センチぐらいになるんですけど、これどう見てもそんな見幅ないですよね。ちょっと測ってみますね。脇の下ピットプルフィットって呼ばれるってやつを見ても、これ40しかないんですよっていうことは120ってことは60ですから、このくらい、まあ、ちょっと少なく見てこのぐらいまで伸びるっていうことなんですかね。ちょっとやってみましょうかね。動いちゃった、ミヨンと。あー、確かに確かにね、この伸縮性ものすごくあります。この伸縮性があってこそ、その体にフィットして、で体にフィットすることによって、このデコボコに空気を溜め込んで保温するっていうのがサーマルウェアの、まあ、特徴でありメリットであるという感じですね。でこれ結構ね、薄手です。まあこういう風に見ていただくと、ちょっと指が透けるぐらい薄手になっていますね。でそれでもあったかいはずなんです。まだちょっと着てないんですけれど、綿がね 65% あるので、少しその湿度をね保ってしまいそうなので、汗冷えっていうんですか、汗によって冷える可能性もあるんじゃないかな、ちょっと怖いなっていう部分もあるんですが、 35% ポリエステルが入っていることは、まあ、その分あの速乾性もあるのかなということで、ちょっとねこれはね、あの試してみないといけないなというふうに思っています。あのように、開封をさせていただきましたけれども、開封をした直後にですね、もうすぐに、洗濯をして干しまして、で現在このように寝るシャツの下に早速着用しております。でおよそ、まあ、1日ですかね、着用してみました。今こっちにあるのは大きめに XL のサイズですね。で実際に今着ているのは L サイズの方を着ているんですけども、L サイズだと、まあ、あの181センチの、まあ、90キロあるデブな私が着ると、まあ、伸縮性がありますけれども、こうピタッと体にこうフィットする感じですね、 L サイズだと。 XL の方はまだ着てないんですけども、まあ、少し余裕があるかなって感じですので、これ1枚でってなってくると、まあ、XL の方がいいのかなっていう感じですね。で完全にこうシャツとか あの下に着る、完全にアンダーウェアとして着るんであれば、フィット感も考えると L サイズでいいかなっていう感じで思っています。で肝心のあったかさなんですけれども、正直申しまして驚いてます。むちゃくちゃあったかい。まあ、今日一日軽いその仕事をね、こう運動量、軽い汗をこうにじませるぐらいの運動量の仕事をこなしてきたんですけれども、前回のヒートテックコットンクルーネック T シャツに比べて、もう全然汗冷えがない。で、あったかい。もう完全にヒートテックよりもこちらの方が、あったかインナーとしての機能は上ですね。もう自分の体感としては上です。ただ唯一ね、あのポリエステル 35% コットン 65% っていう混合率で、かつこういうデコボコしたあの織になってきて、ね、表面がなっていますので、肌へのこう肌触りっていう面では滑らかさっていうのにはちょっと欠けて、ちょっとザラッとした感じだったり、まあ敏感な人にとってちょっと硬いかなとかっていう風な印象になるかと思いますが、そういう場合はこのインデラミルズの中にでもコットン 100% のモデルもありますので、もう少し確か厚さが分厚くなって、さらにこう保温性が高くなると思うんですけども、コットン 100% のモデルもありますので、まあ、そちらでを選んでみるのもいいのかもしれません。ただもう私的にはもう、うん、ヒートテックには戻れないかな。こっちの方が全然あったかくて、断然快適でした。またねこういう寝るシャツ、アメカジの、まあ、雰囲気にもこのサーマル、やっぱアメリカの古くからの防寒下着ということで、やっぱ似合ってるっていうかな、うん、こうマッチングもベストじゃないかなというふうに思ってます。今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はインデラミルズのサーマルモデル8100でとかね、ご紹介させていただきました。今回の動画よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
またあの暖かいインナーでこういういいのがあるよっていうのもありましたら、コメント欄の方にどんどん書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。